あのね、一回録画消したわ。これさ、わかんねえ。消えてるもん、今、時間が今本当にもう時間経って、ちょっと仮眠してからもう一回やってるもん。いや、ちょっと、さすがにちょっと、まあ、やるか、ってことで、はい。いや、マジでさ、これさ、普通にさ、なんか、なんか、運ゲーではないけど、タイミングで過ぎてさ、ちょっとキビいわ、これマジで。いないんだよね、僕のフレンドに。ちょっと、僕のフレンドいないんすけど、ちょっと、こっちの方ください。こっちの、ない、マジでない。これでいいわ、もうほんと。ないんですよね、これね。まずあれが、この普通の方が、ちょっと普通の方ください、本当に。え、これどうしよう。これさ、ルフィはダメだな。うん。ルフィダメだ。これは、ルイステロルも多分。うわ、これ好きか。ダメだ。帰ってくれ。あ、これでいくわ。うん。ちょっと3回目ね。これ3回目。これ正真正銘の3回目です、これ。マジでね、もうね、やばい。もう、本当に。まずい、これ。これ、キビいわ、本当に。全然当たってないね。うん。本当にこれはね、きついですわ。これ、壁に当たるな。いや、俺は狙う。早かった。あ、でも上が。よかった、危ない、小さい。危なーい。いや、これさ、マジゲージ切った方がいいよ、これ、普通に。早くね？ちょっと早いね、これね。早いんだよね。ちょっと早いんだよね、本当に。うわぁ、いけ。これ、普通にさ、でもゲージでやるよりさ、これ、普通にもう。マジでさー、これなんかさ、違くないこれなんか。フォーサーと違うんだけど、なんか僕フォーサー行ったことないけどさ、動画は見たことあるよ。でもなんかさ、少なくともこんな感じじゃなかった。僕が知ってるのはこんな感じじゃなかった。これ誰でもできるんじゃない、ある意味。でもなんかちゃうよね、なんか。すごい。いや、むずいよ、だって。SS は、あ、そういう感じか。あ、すごい、いい感じに登った。けど、削られんな。はい。え、待って、次死ぬこれ。あれ死ぬか、これ。終わった。これマジでなんかちょっとしんど。これさ、ゲージも途中で動くのだるくない？これ一回さ、これどっかフォーサーできない？これフォーサーやってみたいんだけど、逆に僕さ、一応シャドウいるからさ、できないこともないんだよね。ちょっとフォーサーやらせてくれん、一回。あ、あるわ。ちょっと一回フォーサーやってみていい？これ。フォーサーの、はい、これね。この3人。で、借りるやん。で、まあ、持ってんだよね。アレスはいいかな。うん、シャドウで一回いいや。アレスも強いって言うけど、一回これでいいわ。うん。チューパー。だからといってこれ勝てるわけじゃないんですよね、僕ね。別に上手いわけじゃないから。はい。これもう全然ちゃうやん。何これ。これスーとフーをとりあえず使い分けていくんですよね。こういって、はい、弾く倒せる。これってさ、でももう当たる数ゲーじゃないですか。でも結果的にうまくいったな、ちょっと。
で、これは続いて、で、また2を直して左から真ん中に寄せて、で、右のレーザーを避けるみたいな、はい、こんな感じでしょ。さあ、あっちさ、なんか違くね、すごい性質というかさ、すごいなんか違いますよね、これね。これはね、どうしようかな。どうしよう。あ、待って、これどうしよう。これね、考えられるじゃん。なんかあっちさ、すごいタイミングにでもうやるみたいな感じでさ、なんか違くて、嫌だね。角度つけすぎなんだよね、すごいね。オッケー、ビリビリ行くやん。ビリビリってか、まあレーザー当たらない行くやん。はい、って感じや。ねえ、ちゃうやんもん、全然。なんかすごい、なんだろうね。なんか違くないっすか、ちょっと。って。はい。物申し訳ない。あ、なんかダルシムすごいって。ほい。ほい。ほらー。死ぬこれ、左上のクール死ぬこれ、あれ大丈夫かこれ、大丈夫ね。こんな僕でもね、こうやってね、あのチューパー組めたら、こうやってねいけるというわけなんですけれども、マジ角度つけすぎなんだよね絶対。でこれ避けます、これまず避けます、避けます、はい、避けるんですよね、大事ですよね。でこうやってまあ理にかなってるじゃないですか、結局安定してしっかり敵を倒すっていうね。逆に横でもいいの、あ、ダメだ、どうしようかな。V 字で帰ってきてって感じで、こうやってやるとしっかりパーンって、やれない、危ないみたいな感じでね、ほらできるじゃないですかこれね。でも今さっきのね、今日ロバさん、ロバさんはちょっとなんかね、ちょっとなんか違うんじゃないですかねこれね。フーで吹き飛ばすよこれ、適当にやります、もうわかんないね。おお、入るね、はい、痛い、吹き飛ばし、バラバラ、どうだねこれ。で、これね、でもでスーとフーを最後に倒すとか大事なんだけど、これは別にどっちも片方しかいないからまだいいよねこれね。はい、でもなんかすごい、あれなんかすごいさ、入るねめちゃめちゃ。この霊舌のいいところは、ワクワクの実の効果とか逆にないところなんだよね。だからこうやってね、全然なんか強化してなくても普通になんか方法ね、性能としては、なんか普通にまあ上手い人と同じぐらいの強さでいけるのが一番いいね。そこが優しいところです。カップル薄すぎ、逆に薄すぎ。はい、まずこれ左の下行ったのはあるかな。ちょっと待って、まずい、ここだろ、ちょっと、あれダメだな、ダメだった、ちょっと、あれちょっと、この角度じゃダメだとか思いながら今ちょっと打ったら全然さ、もっとまだダメ、ちょっと待って、体力が、はい、どうも、無敵のスポーツタークラジナで何とかしてくれねえかこれ。多分当たんないけど、うわー、無敵のスタープラチナか、お、あ、まずい、さよなら、今までありがとうございました。はい、よし、耐えたか、よし、みたいな感じでね、こうやってね、まあどちらにせよクリアできてないけどもね、なんかね、こんな僕でもこうやってしっかり理解、仕組みを理解した上でしっかりその通りに、まあある程度はやりやすいですよね。うん、でまああっちのロバーさんの方はね、ちょっと無理なんで、
やりづらいんで、ちょっと完全に諦めようかなと思います。あとね、みんな僕のフレンドのね人も、あのあっちの指名の方に、あの変えてるの見たら、まあ気が向いたらリベンジしてる動画を上げるかもしれないんで、はい、よろしくお願いしますと。ということで、はい、なんだろうねこの動画ね、マジで謎ですが、皆さんロバー、僕の代わりに皆さんロバークリアしてください。私ハイディオといい全然クリアできてないやつもあるので、よろしくお願いします。ということで終わります。ありがとうございました。